キックオフまで2時間とちょっと前です。バスがね、本数が少ないんで随分早く着いちゃいましたよ。みんなの東方スタジアムは福島駅から車で 2,30 分の距離です。バスでは40分ほどかかりました。満席でした。で、福島サポーターの入場待機行列が結構あります。勝ちたい、いや勝つ、絶対に勝つ。はい、スタグルです。今日は晴れて気温が結構上がってきて、まあかき氷も出るんじゃないですかね。あちらには北方ラーメンもあります。まあまだ2時間も先だからね、空いてますわ。はい、一般入場開始されましたが、北方ラーメンを食します。800円。はい、入場しました。なんかビジター入場ゲートすごく遠かった。はい、ここはメインスタンドしか開放しないですな。まあ、こんな感じでカターレ側50人は来とるかな。1時間ほどでキックオフです。50分ほどでキックオフになります。キーパーがピッチ内練習を始めています。平尾とサブで田川と。